よいしょ、イベント結果でございます。どうも皆さんこんにちは、くたねと申します。よろしくお願いします。ということでね、イベント結果です。44,310 ポイントで14,526 円入賞ってことでね。はい、上出来じゃないですか。はい、十分じゃないですかね。はい、僕は十分です。報酬もね、44,000 ポイントなので、このジュエルのところまでかな、このジュエルのところまでもいけましたし、まあ、ランキングの方もね、まあこの何ですか、2枚以内でね、300ジュエルももらえましたんでね、まあ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 、まあ、上出来でしょ。これで十分でしょ。十分です。僕は十分だと思っています。はい、でハイスコアの方もとりあえずどう取ろうかな。まあ多分最初確か僕初見動画の時にフルコン取ったんですけども、それがそのまま残ってこんな感じになったという感じでございますのでね、まあまあ良かったですね。まあ曲もねいい感じでしたしね、やっぱこの3人はねいい感じですね、本当にね。いや、なんかホーチェもできましたしね、そのマスターもマスタープラスも両方ホーチェが結構簡単にできたということなので、まあ、ちょっとね軽く触ったりして、軽く序盤の2、3秒ぐらい触ってしまえばね、残りは別にホーチェでもできるみたいな、そのスコアがたまにね A とかになってたんで、まあまあちょこ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 たまに触っとけば、まあ、ちゃんとね A もしっかりとスコアも S 取れつつね、ホーチェもできたということでね、結構楽しくねできたんじゃないかなと思っていますね。まあ、そのスタードリとかも多分30消費スタードリはね、多分20個使ってないぐらいなんですよね。なのであんまり使ってないんで、あんまり使わず、まあまあこれぐらいまでいったんでね、結構良かったんじゃないかなと思っていますね。まあね、その今日、まあ、明日ぐらいに多分動画上がると思うんですけどね、次のイベントがね、ついにね、あの3人のイベントということでございますのでね、結構ね楽しみでね、待って、ま、次がまあグルーブか、グルーブなのでちょっとね しんどいですけどね、まあビジュアルかな、ビジュアルなのでちょっと楽しみにしているのでね、まあそんな感じで、まあちょっと短いかな。短いな、なんかあるかな、なんかあるかな、なんかあるかな。まあだから思ったより苦労しなかったね。なんか最近あんまり苦労しなくなってるね、アタポン形式イベントに関しては。まあやっぱ4倍消費をこう躊躇なくしてるところもあるからね、やっぱりその辺でね結構何でも気にすることなく、まあその放置できそうに、あんまり放置できそうにない曲は4倍消費まで待って、4倍消費来てからね消費したりしたりとかで、まあ4倍消費じゃない、放置がねできる曲であれば、まあちょこ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 ね暇の時に使っといてね、ほんでまあ4倍消費来ても4倍消費するみたいな感じで、まあ確かクリアもね、マスターが30回クリアして、マスプラも多分20回ぐらいやったのかな。だからそこそこの4倍消費でやりつつも、まあそこそこイベント各局もプレイしましたし、ほんでまあそのグランドライブをね、最近アタポンイベントは全部グランドライブでブワーってやってるんですけども、まあ、グランドライブもいい感じでね50曲クリアがかなり増えてきて、またもうちょっとでグランドライブ全部50曲やり尽くすんですけども。まあそんな感じでね結構楽しめたかな。まあやっぱりその経験値がね、まあ半数もそうですけど、経験値が今2倍期間なのかなということもあり、結構ランクもいっぱい上がりやすいということもあり、まあやっぱ楽しくやってますね。でまあ今であればね、イベント期間外であれば、まあもう完全な放置しながらシンデレラエールかをね、ゲストに呼ぶことでね、経験値もいっぱいもらえてね、これは多分また次のイベント、あさってかなのイベントの時にもね、ランクまだ上がるのかなと。360言うて結構上がってきたね、ランクもね、というような感じでございまして、こんな感じで僕は、十分じゃないですかね。44,000ポイントもいって、ジュールもねしっかりと回収しましたし、ランキングの方もしっかりと2万以内取れましたし、でトロフィーをね一応同トロも取ったということなので、僕は十分です。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではバイバイ。